会社で使える魔法の日本語ですけど、自然に話を切り替えたいとき。ちなみになんですけど、自信はないけど意見を言いたいとき。これただの感想なんですけど、賛成してないとき。まあそれでもいいんですけど、話を聞いてる感を出したいとき。その話を聞いて思ったんですけど、ギャルになりたいとき。めっちゃうまいんですけど。